皆さんこんにちは。プラザ投資顧問室の伊藤英博です。今日は4月17日土曜日です。昨年3月を底値にしまして鋭角的な上昇が続いております。世界の相場を牽引しておりますのはもちろんアメリカ市場です。チャイナウイルスで打撃を受けた経済の救済資金として1人当たり1200ドル、600ドル、そして今年に入ってさらに1400ドル、都合3200ドルが相場を押し上げる原動力となっております。まずはニューヨーク市場の月足を見ていただきましょう。月足陰線で押したところを数えますとナスダック、ニューヨークともに2度ずつあります。下げたところ2波と4波とすればすでに5波同盟となっております。5波に入ったのは1月末からでありますが、週足の方の陰線で押したところを数えますと2度でありますので、こちらも5波同盟となっております。さらに週足の最後に下げたところは3月25日でありましたが、ここからの日足、OB 系足を数えますと現在7波同盟、あと一度押して9波動で完成するという見方と、3波動目の高値と6波動目の安値が波が重なっておりますので、次に日足で反落すると完了するという2つの見方ができます。マニアックに申し上げますと、ニューヨークで意識すべき日柄は常に18です。4月20日が転機となりやすい日と考えております。次は日経の方の月足を見ます。日経の方の月足は3月が陰線でありました。少なくとも1万6358円安値からは4波入りと判断することができます。4波は ABCD の上下で狭める三角持ち合いと ABC の三波動の下落のいずれかとなります。日経平均、現物だけの足を見ますと、三角持ち合いから再度高値挑戦するような足に見えますが、先物の方の足は高値、3万飛び720円以降、2万8300、3万飛び320、2万8120と ABC の下落で、とりわけ3万飛び320から2万8120の下げは、週足で窓を開ける急落波でありました。現物の方の足も週足で窓を開ける足が3万飛び485円から2万8379円の肉並び雲を日足で伴う急落波で形成されております。それまで一貫しまして押し目を強くしてきましたが、私はこの足を見て戻り売りに姿勢を変えております。日経平均の週足を次に見ていただきましょう。週足で一度窓を下に開け、翌週にこの窓を埋めて2週小さく揉み合った足は、昨年1月から3月にかけて2万4115円から1万6358円まで急落した時と大変よく似ております。日柄的には番号で12345と番号を打ったところにありますが、来週に天気が訪れると考えております。次に週足で下に窓が開きますと、昨年同様の急落が生じておかしくない足でありまして、目下最大の関心事は週足で窓が開くかどうかにあります。